6月23日、朝の御言葉。エフライムは生焼けのパン菓子となる。補セ屋書7章8節。生焼けのパン菓子は、裏返さないパン菓子であって、片面しか料理されない。すなわち、エフライムは多くの点においての神の恵みを受けていなかった。 いくらか服従はしていたが、かなり反抗する心が残っていた。私の魂よ、お前に命じる。これがお前自身にとってはどうであるかを帰り見よ。すべてを神に委ねているか。また、恵みが自らの中心を貫き、お前のすべての力、行動、言葉、思いのうちに、神のご支配を感じているか。 自分の霊も魂も体もすべて清められることがお前の目的であり祈りでなければならない。そしてお前の清潔はあらゆる面において完全の域に達しないとしても当たり前のものでなければならない。ここには清潔が現れているが、そこでは罪が勢力を持っているということであってはならない。もしそうなら、 お前もまた生焼けのパン菓子となるであろう。裏返さないパン菓子は火に最も近い部分がすぐに焦げる。信仰がありすぎるという人はいないが、それでも自分の受けた真理の一面に固執して真っ黒に焦げている人。パリサイビト的なうぬぼれの強い見せびらかしの宗教行為によって焦げ臭くなっている人々がいる。 外見上の清潔を誇る人には、生きた信仰が全くないことがしばしばある。人前の生徒は陰での悪魔である。昼間真っ白な粉の中にいる人は、夜は真っ黒なすすの中にいる。一方が焦げた菓子は、他の面は練り粉である。主よ、もし私がこのようであれば、私を裏返してください。 私の清められていない性質を、あなたの愛の火の方に向けて、聖なる熱を感じさせ、一方、私の焦げた側を少し冷やしてください。私があなたの天の炎から隔てられた時は弱くなり、熱を必要とすることを学ばせてください。私を二心のものとなさず、 あなたの恵みの強力な支配のもとにあるものとしてください。なぜなら、もし私が裏返さないパン菓子のようになり、両面にあなたの恵みを受けないなら、私はついには、尽きない日で永遠に焼かれなければならないことを知っているからです。